ジャック・デンプシーはアメリカ合衆国の男性ボクシング世界ヘビー級王者。ジャック・デンプシーはリングネームであり、本名はウィリアム・ハリソン・デンプシー。マナッサの殺し屋、拳性、拳の英雄などの異名を取った。夫人のエステル・テイラーを肩に、デンプシーはボクシング史上初めて前傾姿勢の構えで戦ったボクサーとされる。デンプシー以前にも ジョン・エル・サリバンなど豪腕と歌われたボクサーは存在していたが彼らは極端に重心を後ろにかける構えをしていたため一撃で試合を終わらせるパンチを持つに至らなかった一方デンプシーは重心を前にかけることで体重の乗ったパンチを打つことができ当時としては常識外れのパワーを誇っていた前傾姿勢のまま上体をの字を描くようにウィービングして防御するとともに 振った状態の反動を利用して左右のレンダーを叩き込むデンプシーロールはデンプシーが初めて使った戦法である。デンプシーは1895年コロラド州マナスサにモルモン教生徒である貧しい靴屋の息子として生まれウェストバージニア州ユタ州で育った。デンプシーも1903年8月2日に洗礼を受けモルモン教徒となっている。デンプシーは 家庭が貧しかったことで働きに出るため小学校を中退し、16歳の時に家を出ている。単行夫として働いていたが、後に賭け試合のボクサーや、用心棒としてアメリカ各地を放浪中、その腕っぷしの強さと野獣のようにギラつく目を、ジャック・カーンズに見込まれ、ボクシングにのめり込むようになっていった。初期の頃は偽名を使って試合をしていたため正確な、戦績は、 全くわかっていない。1919年7月4日、年初からの5連続初回子勝利で勢いに乗る、デンプシーは、ジェス・ウィラードの持つ世界タイトルに初挑戦する。ウィラードは、黒人初の世界ヘビー級王者ジャック・ジョンソンを破った、ことにより、国民的英雄との誉れを受けていた。デンプシーが試合開始の数分前、初回子で勝たなければ、ファイトマネーはないと。 カーンズに告げられたことから、この試合の初回は、トレドの三撃と呼ばれ、ボクシング史上最も生産な戦いの一つとなった。デンプシーは2メートル近い体育のウィラードを徹底的に殴り続け、初回に7度ものダウンを奪う。当時のルールでは対戦者がダウンしても、ニュートラルコーナーには下がらずに間近で待ち、両膝がマットを離れるとすぐに、また攻撃を仕掛けることができた。 7度奪ったダウンのうちの何度かは、ウィラードが立ち上がろうとしていた時に追撃して奪ったものである。レフェリーは、ラウンド終了のゴングまでは試合を止めないというスタンスであった。最終的に試合は、チャンピオンのウィラードが4回開始のゴングに応じられず3回終了 TKO で、デンプシーの勝利となったが、デンプシーにこの試合のファイトマネーが支払われることは、なかった。 一方のウィラードは顎を7箇所も砕かれた上、肋骨、頬骨、ハウス本折られ、さらには片耳の聴力が著しく低下してしまった。晴れで世界王者となったデンプシーだったが国民的英雄であったウィラードに勝利してしまったことと、その時のあまりにも瞑茂で凶暴な試合ぶりからアンチヒーローとのレッテルを貼られてしまう。 1921年7月2日に行われた3度目の防衛戦はフランスのジョルジュ・カルパンチェとの試合だったがアメリカでの試合にもかかわらず監修はそのボクシングスタイルの優雅さから乱の男の異名を持つ異国の2枚目挑戦者を応援するという始末だった。デンプシーは3回にカルパンチェの右を食ってダウン寸前に陥るがカルパンチェはこの時右手を骨折してしまう。 続く4回、デンプシーは戦闘力を失ったカルパンチェに猛烈な連打を浴びせて小勝ちを収めた。この後、デンプシーとカルパンチェは親友となり長く交友が続いたという。なお、この試合の挿入場料は史上初の100万ドル帳となっている。この試合以降、デンプシーは実力に見合った評価を受けるようになり、名実ともにヒーローとしての栄誉を得た。 1923年9月14日のルイス・アンジェロ・フィルポ戦。1923年9月14日、ニューヨークにおけるルイス・アンジェロ・フィルポとの試合では、この闘牛のようなアルゼンチン人選手との対戦を見ようと会場には8万5千人が詰めかけ、さらに2万人が入ろうとしていた。デンプシーはフィルポに対して繰り返しダウンを奪いながら自らも2度のダウンを起死し。 その二度目のダウンでは、ロープの間から、リングサイドの記者のタイプライターの上に、頭から落下したが、リングに戻されて試合を、続行、二回顧勝利を収めた。この試合は、注目度が高かったため、ラジオで、ブエノスアイレスへ生中継され、通りには試合を聞くために、大勢の人々が集まった。1926年9月23日、ジーン・タニーに。 判定負けで王座を失ったデンプシーは、ちょうど1年後に、タニーと再戦、7回に、タニーから強烈なダウンを奪ってみせるが、ルール改正により、ニュートラルコーナーへ行くことを忘れていたためレフェリーに注意を受け、その間カウントが数えられずタニーはカウント8で、立ち上がってしまった。結局、この時点で来できなかったデンプシーは8回にダウンを奪い返され再び判定負けを喫した。 この試合はロングカウント事件としてボクシング史にその名を刻んでいる。司令官ジャック・デンプシーが追兵二人の対空砲の準備を監視。アメリカ合衆国が第二次世界大戦に突入した時、デンプシーは20年前の徴兵逃れ批判に反撃するチャンスを得た。沿岸警備隊予備隊の副官となり、1944年3月には司令官として、 アセスウェイクフィールドに着任。1945年、沖縄戦で沖縄侵攻のための攻撃輸送機アセス、アーサー・ミドルトンに乗船。4月2日に沖縄に到着した。沖縄では著名な従軍記者、アーニー・パイルと共に写った写真も残されている。パイルは、その後、イエトで日本兵の狙撃に倒れた。デンプシーは9月に、 現場から離れ、1952年に沿岸警備隊予備隊から名誉ある退役を受けた。引退後は一時期プロモーターを務めていたが、現役時代から付き合いのあったアルカポネの一味が、八百長試合を消しかけるなど、試合に口を出すようになったことで、デンプシーはプロモーター業に見切りをつける。しかし、その後もユダヤ系のマイヤーランスキーと手を結び、マイアミビーチで、 デンプシー・バンダービルトホテルを経営するほか、ニューヨーク州マンハッタンにジャック・デンプシーレストランを経営するなど裏組織との交際は続いた。1960年代から1970年代に、かけ、モハメド・アリ、ジョー・フレイジャーラの世界ヘビー級タイトルマッチのリングサイドに、デンプシーはよく姿を現していた。1975年10月、 現役時代のライバルであり長年の親友だったカルパンチェの訃報に接したデンプシーは壁の方を向くと目を閉じたまましばらく動かなかったという。1983年5月31日、病により87歳の生涯を閉じた。ありがとうございます。